皆さんこんにちは。この筆ペンですね、皆さん出なくなったら、ね、捨てられると思うんですけど、その再生する、まあ、エコな方法を、ね、ちょっと教えたいと思いますので、ちょっとじゃあこれ撮ってもらって、あ、これか。まずこれでね、礼拝ね、こう書きます。高橋さんとかで書きますよ ね、一般的な方ですけど。それで、まあ、こうやってかすれて書けないと。皆さんこう捨てると思うんです。で、私はですね、ちょっと離れてみてるわ。この紐ですね、まあ、デンタルフロスでもいいんですけど、これテープでこうちょっと軽く止めて、で、こうしてね、こうぐるぐる回します。ね、ぐるぐる回す。これね、筆ペンの再生方法をやってるんですよ、こうしてね。遊んでるわけです。筆ペンをもう一回使えるんですよ。まあ、これは決してなんか、ね、あのお金の問題じゃなくて、物を大切にするっていう、いいこともあると。で、ぐるぐる回します。まあ、どうですかね。このぐらい回すんじゃない？これ。こんな感じで入るか。ぐるー回す。よし、いいかな。いいよ。はい。じゃあこれで、ちょっとじゃあこれ、クローズアップして、クローズアップ。でね。うん。で、これ、ここに取ってくれる？私は入らなくてもいいから。で、今回しましたね、1分ぐらいね。たった1分間ぐらい。で、私は髪裏毛なんで。ほら。むっちゃ出てるだろ。これ。はい。髪裏毛。ほら。こんだけ違う。このぐるぐる回し法ね。あ、これ。高橋さんとかこんな感じで、よく出るようになりました。また使えるようになりました。皆さんもちょっと一度お試しください。以上です。ありがとうございます。